はい、今回もね、ドリームアカデミアに入るなというね動画が送られてきましたけども、私もそれを応援します。ドリームアカデミアに入らないでください。特にですね、もうね、結果を出す気がない人は入んない方がいいですよ。結果出さなかったらどうせね、人のせいにして詐欺扱いするわけですよ。高いだとかね、お金むしり取られたとかね、分取られたとか言うわけですよ。だからそうではないと、自分には一定のスキルがあり、次のステージを狙ってるんで、そんなね、10万とか20万みたいな、そのチープな 塾だったら、私は入るつもりがないんだと。本当に自分を強いインパクトで変えてくれるものには、私が稼いだ余剰資金の60万なり80万なりを捧げたい人が、どっかにいるんでないだろうかって探してる人が、ドリームアカデミアってのを見つけたら、それは入るべきだと思いますよね。誰のせいにもせずに、人のアドバイスをしっかりと聞いてやっていける人。そしてね、吉谷さんは390円だろうが、999円だろうが、30万だろうが、50万だろうが、手を抜かずに一生懸命やると思うんですよ。やると思うんですけど、受け取る人の力量が398円だったら受け取れないです。ね。非常にレベルの高いものでも、390円しか払えない人が10億円の知識とか情報とかスキル受け取れるかって無理ですよね。でやっぱり10億円のスキルを受け取ろうと思ったら、少なくともですね、50万とか100万をポンポンポンと払えるような、そういう力量の人とか、やっぱり余剰資金がある人とかね、余剰資金を作ってきた、そういうふうな実績のある人じゃないとちょっと無理なんですよ。だいたい1億円とかね、なんか億ってのを狙うのに、最初の10万円をケチるとかね、痛いなと思う人ってのはちょっと難しいと思うんですよ。そういう方は10万円が痛くならないように、10万円をいつでも作れるようなスキルを身につけるために、1000円とか2000円のものから始めていけばいいと思うんですよね。これは至極真っ当なことなんで、吉田さんが値段を80万円に上げました、100万円に上げましたって、上げても上げても、吉田さんは別にね、1000円の時から手加減してるわけじゃないんですよ。1000円の商品だからって軽く見てるわけじゃないんですよね。でも受け取れる人の力量が1000円なんだ、1000円しか払えない人だったら、やっぱりね、1万円しか受け取れないし、で1万円しか払えない人っていうのは10万円しか受け取れないしって感じなんですよ。だからちょっとずつ上がっていくことだと思います。そして人には扱える金額の力量っていうのがありますんで、どう頑張っても30万までしかいかない人っていうのは、その30万でどう幸せを作っていくかってことに考えを切り替えて、もう億は狙わないっていう方が絶対いいと思うんですよ。みんなが億万長者にならなくても、みんなが幸せになる方法あるんですよ。みんなが億万長者、お金持ちにならなくても、お金持ちになる、月収100万なんていかなくても幸せになる方法はいっぱいありますからね。実はそっちの方を掘り下げていくのが、収入を上げていくよりも大事だったりするんですよ。さあ、皆さんにはどちらが向いてるか、これをね、考える時期に来てるんではないかなと思います。それでは失礼します。